どうもショピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画を見てくれている人、僕のチャンネルを登録しているくれている人の中には MacBook を使っている、 Mac を使っている、 MacOS を使っているっていう人結構多いんじゃないかなというふうに思います。で、僕の中では、やっぱミニマリズムのライフスタイルと Mac っていう相性ってものすごくいいと思ってます。あとはここが僕の現在の仕事場なんですけども、こんな感じで、MacBook をここに立てて、クラムシェルモードっていう形で普段は作業をしてます。で、普段こうメルマガのコピーを書いたり、動画編集したり、コンサルセンターと連絡をしたり、取引先と連絡をしたりしているので、この MacOS、 Mac の画面と見つめ合う時間って僕の場合もう6時間以上なっちゃいます。はい、もっと快適に、もっと早く、もっとなんか効率よく MacOS を使いこなせたらいいなと思って日々こうリサーチをかけてます。で、その中で今回は、ああこれ知らなかったな、で面白いなって思った機能がありましたので、今回はそれをシェアをさせてもらいます。まあもちろんネットをリサーチすればもういくらでもこんな情報は出てくるので、まあ本当に知ってる人がいたら全部知ってるよっていう人もいるかもしれないんですけど、まあ、今回ちょっとシェアをさせてもらいます。まずはガジェットトークに欠かせないスペックの話をしたいと思います。まずこの OS は MacOS Mojave ですかね。で、MacBook Pro の13インチの2017年モデルになります。で、プロセッサーが Core i5 の 2.3GHz、 メモリーは 8GB を積んでます。で、グラフィックスは、まあここはいいか。次にこのモニターなんですけども、このモニターのスペックとしては、この BenQ さんから出ている 4K 対応の 31.5 インチモデルです。あ、別にモニターのスペックはいらなかったですね。それでは今から現段階での最新 OS の Mojave に搭載されている機能をシェアしていきたいと思います。まずはこのデスクトップのところにこうファイルがいっぱいあったら、これ結構邪魔ですよね。で、これをとりあえず全部選択をしちゃいます。で、この、まあ、適当に右クリックをすると、ここにですね、選択項目から新規フォルダーっていうのが出てくるので、これをクリックします。そうすると、はい、一気に一つのフォルダーにまとめることができました。これはファイルをまとめるときに地味に役立ちますし、何よりもごっそりまとめられるので結構気持ちいいです。続いてこの画面を収録するときの意外と知らなかった機能になるんですけども、このですね、普段今まで画面を収録する場合はこのちょっと見にくいんですけど、コマンドとシフトを押しながら全画面の場合は3を押したり、一部分スクリーンショットしたい場合は4を押したりっていうことをやっていました。なんですけど、今回はこのコントロールシフトプラス5を押すとこんな感じでバーが出てくるんですけど、ここに例えば全体を取り込むとか、選択したウィンドウを取り込む、選択部分を取り込んだり、あとはそれだけじゃなくて画面を全体画面を収録したり、選択部分を収録したり、さらにさらにオプションのところを表示するとこれだけ細かくその収録の項目、例えばどこに保存するかだったり、開始までの時間を設定したり、マイクどうするかとか、まあ、いろんなですね、設定が細かくできる、そんな画面収録の機能になってます。この機能めちゃくちゃ便利でして、まあ、スクリーンショットに関してはコントロールシフト3か4で全然いけてたんですけど、ただ画面収録をしたいってなった場合はクイックタイムっていうアプリを立ち上げて、そこからなんかこう収録っていうなんかコマンドっていうか、そういうのを呼び出してとか、結構なんか5ステップぐらいしないと画面を収録することってできなかったんですよ。なんですけど、今回はコマンドシフトプラス5を押せばスクリーンショットもできるし、画面収録もできるし、しかもそれに対する細かい設定もできるしっていうことで、僕はいろいろこうコンテンツを作るときにこの画面を見せるっていうことをいろいろやってるわけなんで、この機能はかなり使わせてもらいます。続いて画像読み込みに関してです。例えばここに今キーノート立ち上げてて、ここに画像を貼り付けたいと、この iPhone の中にある画像を貼り付けたいとします。で、その場合は例えばこうやって iPhone で撮って画像を確認して、この共有エアドロップ機能を使ってこうやってボタンを押して、はい、で、このファイルにある画像をこうやって貼り付けて、まあこんな感じで貼り付けてたんですけど、これだと結構やっぱめんどくさいんです。なので、コマンド使ってもいいんですけど、まあ今回画面を見ながらシェアをしていきます。キーノートの
挿入のところに写真を撮るってやると、もう勝手に写真が起動します。いてててて、はい、起動します。で、まあこうやって写真を適当にペッて撮って写真をしようっていうボタンを押すと、はい、こんな感じで一瞬ですね。もう一瞬です。まあ、今は写真の連携っていう感じでしたけど、例えば文章を取り込んだりとか、そういったいろいろ細かいこともできるそうなので、この連携機能は、結構でかいなと。で、これはあの Mac 特有のっていうか、 Android と Windows でこの連携ができるかって言われたら、なんかアプリを使わなきゃいけなかったりすると思うので、やっぱりこういったパソコンとスマホの連携がめちゃくちゃ綺麗というか、統一感があるっていうか、そういったものはやっぱ真っ黒、僕はいいとこかなと思いますけど、皆さんどう思いますか？まあ、ここまでの機能に関しては新しい MacOS での僕が意外と知らなかった機能になります。で、次からシェアする3つはその MacOS 全体というか、まあ、今までにもあった機能ですし、これからも使えるよっていう、その中で、あ、なんか意外と知らなかったなっていう機能なので、それを3つシェアさせてもらいます。僕が普段音楽を聴いてたり YouTube を見たりして、なんか音量調節したいなってなった場合は、このキーボードのこの部分のマイクボタンですね、これを押しながらこうやって調節してました。 でこれからはオプションキーとシフトキーを押しながらマイクのボタンをカチカチと操作していきます。そうするとですね、メモリ関係なく細かく調整されていると思います。で、シフトとオプションを押さなくなるとこんな感じになります。はい、これに比べてシフトとオプションを押すとこの違いですね。はい、結構違うと思います。で、この明るさに関してもオプションとシフトを押しながら明るさのボタンをポチポチって押すことで細かく調整することが可能になるそうです。まあ、ちょっと今外部モニターつないでるんでそれできないんですけど、続いてですね、オプションとシフトと K を押します。そうするとこうやってリンゴマークが表示されます。この機能いかがでしょうか？そう、知ってる人は当たり前なんですけど、知らない人からしたらえっていう機能で、僕もびっくりしました。で、なんで K なのかっていうところですよね。 Apple の A じゃダメなのかとか、スティーブ・ジョブズの J じゃダメなのかみたいにいろいろありますけども、あとは Android にこれを送ったらどうやって表示されるのかっていうところもちょっと気になるところで、ちょっと僕実験したことないんですけど、そう、もし実験した人がいたらちょっとコメント欄でどうなるのかっていうのを教えてください。最後に計算に関するシェアをさせていただきます。僕たちが計算をしたいってなった場合は、まあ、大体純正の計算アプリを立ち上げるか、この Google 先生に頼ると思います。で、この純正アプリを使う場合は直にこうキーボードで入力数字を入力することができないので、こうやってボタンを押していく必要があるんですよ。で、これちょっと若干めんどくさかったりしますし、あとは Google 先生の場合は、このネット環境にもよると思うんですけど、まあ、ここまで高度に計算をする必要もないかなっていう、まあ、可能性もありますね。で、そうなった時もっと簡単に計算をしたいってなった場合は、このキーボードのコマンドとシフトを押します。そうするとこんな感じで、スポットライトっていうものが立ち上がります。で、この状態でこの直に数字を打っていくんです。そうすると例えば 1+1、はい、ってやるともう自動でですね、2って出てくれるんです。で、例えばここから続きで、例えばかける7とか、あ、じゃあ9とかやるともう自動で数字が出てきます。答えが出てきます。まあ、こんな感じで簡単に計算をしてくれるんです。純正アプリの方はなんかイコールのボタンを押さないといけないんですけど、こっちの場合はもう自動的に答えが出てます。はい、まあ、ちょっと左の方になんか余計なものがいろいろ出ちゃうので気が散るっていうのもあると思うんですけども、まあ、本当に簡単にサクッと計算したい場合はこういう機能を使ってみたらいかがでしょうか。はい、ということで今回は僕が意外と知らなかった、そしてこのチャンネルに登録してくれてる人も意外と知らない人多いんじゃないかなって思うものをシェアさせてもらいました。もっと面白い機能があったりとか、もっと寿命を長くしたりとか、壊れにくくしたりとか、まあそんな裏技的なものがあったらまたシェアをさせてもらいますので楽しみにしておいてください。はい、ということで今回は僕が普段仕事で使っているそのパソコン関係ですね、それの裏技、小ネタをシェアさせてもらいました。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。